よろしくお願いしまーす。いや、すごいよ。こっからあるからね。健軍。健軍シーマイ。健軍シーマイの伝説の第1話かもしれない。これからね、ライブとかあるかもしれん、4人で。せめてもう少し練った状態でやりたかった。違いなく。一言二言は喋ってからやる。急にだからね。うの？来た来た、うの。1320円ってそこそこな値段じゃねえかよ。ちょっと待って。ね、意外と。ねえじゃねえよ。ねえじゃないんだよ。起きてから全力で突っ込ませんなよ。寝起き30分なの、まだ。よし。前元、できたか？おい、待てって。もうみんな待ってるから。待ってくれ。待って、待ってやるんだったら俺抜きの方がいいよ、マジで。前元がいないと始まんねえんだよ。もう俺そしたらそれ見ながら実況すっから。ここで4人いねえとできねえんだよ。マジで、まず今スチーム俺二次三次用のアカウントなんだっけって今なってるもん。頭の中真っ白すぎて。頑張れ、応援してる。前元のためならいくらでも待つよ、みんな。マジで5時間ぐらい待ってるよ。準備してないんですか。もうこの日のためにみんな集まってきて。みんなこれを楽しみに今日は。ほんとだよ。そうだね。3年過ぎたんだ。あれも映しとくか、ちゃんと。剣持くん送った。あ、ありがとうございます。俺思い出したの、これもしかしたらあれなんじゃねえか。うん、いや、作り直しちゃん、作り直しの気がしてきた。あの、あれだ、いっぱい使えなくなったんだっけ、あれ。ちょっと待って、すげえ頭使うぞ。頭いや、一戦で終わるからな。もうどんだけ前元がもう一回やりたいって言っても一戦しかせん。労力と見合ってないの。マジでそこまでいけないんじゃないか。ディズニーランドのアトラクションみたいな。はあ、やべやべ、すげえ汗かいてる、すげえ嫌な汗。任天堂バックオフィス見つかんねえ。なんで？しかも、うのはアカウント作らないといけなくて、結構めんどいんですよ、これ。そう。しな、しな、真面目な話。これ以上配信をくだらせたら、俺の心が死ぬ。一生は疲れる。3時間までし負わせるという。ダメだって、これ。頭痛くなってきてる、今。思い出せ。どんなやつだったのか、自分が。ライオンキングでこんなシーンあったな、思い出すシーン。そんな、そんな感動的な気分。自分を見て思い出してたで。思い出せ。あ、コメント欄で、前元みんな待ってるぞって言われてます。やめて、プレッシャーかけないで。プレッシャーかけないで。ちょっと待って。え？待って。俺このアカウントで入ってないのか、待ってくれよ。Steam のアカウント？うん。あ、使ってないんだ、全然。ふぅ。もう最近ね、随分とね、あれでして。あ、でもゲームしてるイメージあんまないもんね。ああ、確かに。そうですね。オッケー、ちょっと。しかも仕事用のメアドに変えちゃったから。これでどうやってゲーム誘うの？これは。なんか、左から2番目のオンラインプレイで。ほう。で、なんか。左から2番目のオンラインプレイ？え？設定やねんけど。あ、コントローラー。あ、ちょ、え？え？え？あ、これか。あ、オッケーオッケー。これで？うんうん。で、左のクラシック対戦でやるみたいな。え、なんか鍵かかってる。ウノを購入しよう。買ってないの？買ってないの？買えよ、お前！友達来た！何だよ、これ。買わなあかんの？状態で人を招くな。本当だよ。あ、ウノを購入せなあかんねんけど。え、そうだよ。
勝ってないよ。いや、そこいつ、シーナって優しいな。わざと、わざとだよ、これは。俺、だからシーナ好きかな。すごいな、シーナ。うの、買うな、買うの。うん。いやね、前元にね、そう、恥ずかしい思いをさせるわけにはいかないから。ああ、なるほどね。そうそう。優しい。あ、これ、デモ版や、デモ版。の。え、これ、スチームで買える？うん、スチームで買える。うん、うわ、高いな、1300円。前元に買わせてんだよ、お前、それを。これ高い、これ。マジかー。しかも、ウォレットに何も入ってなかったから、今から俺ちょっと考えなきゃいけない。いや、私も、賞味。うん。買えない、これ、今。もう何なんだよー、もう何だこいつ。待って待って待って、しりとりにしよう。でしょ。ひどい。ひどい。しりとりね。しりとりする。ラップバトル。うん。ラップバトルにする。やだよ。やだ。似たものが大きい。何しよう。何する？何する？マイクラする？マイクラ。プロ意識がかけらもない。